ダイナー、歌っていつできるのかな。まだもう少しかかるみたいだ。早く歌いたいな。でも歌ったらその後は寂しくなるわね。ミシャはその後もプラティナに残るんだろ。ええ、まあそうだけど。実は私ね、歌姫になりたいなって思ってるの。歌姫？ええ、世界中の町や村を歌を歌いながら回るのよ。私今までずっと暗い部屋で歌うことしかしてこなかった。でも歌うこと自体はとっても好きなの。だからいろいろな町でいろんな人に私の歌を聴いてもらいたいの。それにこの世界はまだまだ私が知らないことだらけで、だから自分の足で歩きたい。そうか、ミシャならきっと世界中の噂になれるよ、歌姫として。それでね、ライナーって旅好き？え？ああ、好きだよ。あの未知のものと遭遇する時のワクワク感がたまらないよな。そうなんだ。ねえ、一緒に世界中を巡らない？え？一緒にいろいろなところを回って、景色のいいところで二人でお弁当を食べたりさ、街でお買い物したり、たまにお金なくなっちゃってお皿洗いしてみたり、それで喧嘩したりするんだけど、夜にはもう仲良しで。それで、はいな。ミシャ、私ハイナーと離れたくない。ハイナーといろいろなところを旅したいの。ハイナーと一緒にいられたら私他に何もいらないの。お待たせしました。皆さんの思いを込めたヒュムネクリスタルができました。やったね。早く歌いたいわね。オリカさん、ミシャ、リンカーネーションへ。精一杯歌ってくるね。世界中に響き渡るように。行ってきます。ああ、なんだかワクワクするね。いよいよこの世界に歌が響き渡るのね。はい、新しい時代の始まりです。共に助け合って共存しながら生きていく、そんな思いを込めたこの歌が、雲海を越えて世界の隅々まで行き渡りますように。草は光、蜜は跳ねる、虫は歌い、君は踊る。
シュレリア様、今まで本当にお世話になりました。いいえ、私は何も。ライナー、ミシャ、元気で頑張ってください。シュレリア様もお元気で。いつかまたプラティナにも戻ってくるわ。素敵な歌をお土産にね。はい、楽しみに待ってます。それじゃあシュレリア様、また会う日まで。はい。ライナ。シュレリア様。ダメ。すみません、よく聞こえなくて。行かないで。ライナ、ごめんなさい。私ライナーと一緒にいたい。これからもライナーと一緒に過ごしていきたいの。シュレリア様、ごめんなさい。やっぱり我慢できなかった。ミシャと行くって聞いた時からずっと我慢してたけど、ごめんなさい、ごめんなさい。でも俺は。ライナ、私のことは気にしないで自分の思った通りに言って。ライナーが残るって決めても私は平気だから。それよりライナーに無理強いだけはしたくないの。俺は。うん、わかった。シュレリア様を大切にしてあげてね。ミシャ。ううん、違うの。私の方こそごめんなさい。二人で旅に出たいって話はシュレリア様がクリスタルを作ってる時にしてたのよ。でもそれはシュレリア様の気持ちを全然考えていない行動だった。今シュレリア様のライナーへの気持ちを聞いた時、私バカだなって思ったわ。シュレリア様が世界のために頑張ってた時に、私何やってたんだろうって。シュレリア様、自分の気持ち打ち明けてくれてありがとう。ミシャ、ライナーと末永く幸せになってね。ミシャ、本当にありがとう。帰ってくるときは楽しみにしています。ありがとうございました。さて、どう？片付けをしたら。とても感動したよ。素敵な歌をありがとう。いえ、おかえり、ミシャ。おかえりなさい。ただいま。